はいどうも、メダカッキーです。ついに出雲南京を購入してきました。はい、ゴールデンウィーク中にですね、島根鳥取の方に、はい、遊びに行きまして、前回10月だったかな、10月もですね島根鳥取行ったんですよ。でその時は出雲大社行って、はい、大根島本陣さんっていうところにですね行ったんすよ。ガイドブックに載ってたんでね。したら営業時間だったけど、まあ急遽お休みだったみたいで、まあ、僕はまあ崩れ落ちたんですけどもう立ち直れないぐらいに立ち直れないぐらいにこうガクってなったんすよ。まあその後ね、境港の方に行って、水木しげるロードの方に行ったので、子供たちはねすごく満足してたと思うんですけど、まあ僕はもうその後ちょっと放心状態でですね、あーってなってて、まあ妻がね広島の方でお好み焼き食べたい、宮島見たいみたいなことを言ったので、もうどうでもよくなっててぐるーっと回って帰ってきましたけど、今回はですね、はい、2泊3日島根鳥取、まあ主に今回は境港ですね、はい、水木しげる記念館がリニューアルオープンしたんで、どうしても息子がもう一回行きたいということで、はい、行きました。で水木しげる記念館は鳥取なわけですよ。はい、まあ、でその鳥取とその島根県の大根島っていうのが隣り合ってるわけですね。はい、隣り合ってるんですよ、松江市っていうのかな。なのでまあいつでも行ける機会はあったんですけど、まあ1日目はなんか行けずに、はい、1日目はねいつでも行けるぐらいな感覚だったんでで2日目はねいつの間にか見たら営業時間が過ぎてたっていうね。で3日目ですよ、3日目本当は妻の方が広島の方でお好み焼き食べたいって言ってたんですけど、思いのほかね鳥取が良くて、別に広島行かなくていいねみたいな話になったんで、金魚見に行けるよっていう話になったんで見に行ったんすよ。まあそれでもギリギリでしたけどね、はあ、鳥取花回廊っていうところに行ってきて、すごく良かったですね。鳥取花回廊行って、米子市周辺、米子駅か、はい、K1 チャンピオンの、元2階級チャンピオンのタケルの出身地らしいですね。そうなんだと思って、はい、でご飯食べて、もうそしたらね3時ぐらいでしたよ。3時ぐらいで、まあ金魚見に行けるよって言われたんで、もう車ぶっ飛ばしてねギリギリでしたけど4時前に着きまして、はい、購入してまいりました。やっとっすよ、やっと会えましたね。でどれぐらいすんのかなと思って、超高いだろうと思ったんですけど、まあ売ってあったのはまあ2歳魚3歳魚、あとまあ5歳魚も展示してあったんで、値段を聞いたらひょっとしたらね池からあげてやったやつは購入できたかなと思ったんですけど、まあ、5歳魚を買ってきてもなと思って、まあ5歳魚はこんな感じっすよね。圧倒的ボリューム、はい、まあ日本古来の金魚さんで、はい、まあ県の文化財、天然記念物になってるということなんですけど、すごくね古い形の卵中と思ってもらえればいいかなと思います。まあ頭の、はい、ボコボコ肉瘤のところが発達してない卵中さんといった感じで、結構ね写真で見た感じでは割と泳ぎが下手くそな魚なのかなと思ってたんですけど、実際こう親魚とか見せてもらったらですね、かなり泳ぎは、背びれがない魚にしては泳ぎはそんなに問題ない魚だなと思いました。ランチはやっぱ難しいんで、ランチはねちょっともう無理かなと思ってるんでですね、はい、
で、この出雲南京はね、一匹ずつ飼育とかじゃなくて、もうまとまって、はい、群れで飼育して問題ないですよと言われました。はい、金額もね、一番安いやつは500円で、2歳魚がね、500円、1500円、2500円、5000円のやつ。5000円のやつが3歳とか言われてたかな。はい、ああ、そんなもんなんだと思いましたよ。でも全部買いたいなって一瞬思いましたけど、まあ家族見てるんでですね、まあ、あえて僕が買うときはこう離れてましたけど、はい、で今回ですね、買わせてもらって、今円浴しようと思ってね、はい、水合わせしたところでお塩を入れた感じですね。 0.5% ぐらいのお塩に入れてもらって、2日ぐらい餌抜きしてくださいという話でした。僕はだいたいいつもこういう魚を買ってきた時は3日間は餌抜きします。まあこれはメダカも一緒で、メダカもね、3日間ぐらい餌抜きします。3日間ぐらいとか、確実に3日は餌抜きするかな。やっぱね、次の日餌やったら死んじゃうんすよ。はい、弱ってるんでですね、体の中がちょっとね、開けていこうかなと思ってます。いやもうね、全然ねもっと買いたいなと思いましたけど、親魚もね買いたいなと思ったんですけど、別にね、子供を採卵はしないかな。この子たちがねペアになるようであったらするかもしれないんですけど、基本は金魚はもうしないかな。もう金魚はただ愛玩で飼うだけかなと思ってます。こんな感じで、こんな感じに。でこの出雲南京なんですけど、卵柱と違ってね、頭が三角、シャキンとなってるような、この絵みたいな感じが理想なんだそうです。で背中は白いなら白い方がいいみたいですね。で色があんまり赤が入ってない方がいいと。でまあ全部赤いやつは出雲南京とみなさないというような感じみたいです。はい、まあ、でも赤いやつからね赤いやつから取らないと、まあ、子供赤出ないと思うん で繁殖しないって言ってましたけど、とりあえずどんなものかなと思ってね買ってきました。はい、頭と体が1対 1.5 から1対 1.2 が理想なんだそうですよ。はい、でこう赤いやつね500円でしたね。で尻尾なんすけど、尻尾は4つに分かれてるものが理想で、あんまり分かれすぎてたらいけない。でまあ差し用になってたら、重なってたらいけないみたいなことだそうです。でまあ泳ぐときは尻尾がわりかしこう、なんていうんですか、閉じてるっていうか、はい、しっかり泳げる魚がいい魚だということで書かれてありました。全然ね、まあ赤いやつらが500円です。はい、であと色がついてるのが1500円なんですけど、十分だろうと思いましたねこんなにね、なんか丹精込めて育ててやるのにこの金額なんだと思ってね、また思いましたね。メダカ高ーと思いましたよメダカ高いなと思いましたけど、かなりね、まあ背びれがない魚にしてはバシバシね泳いでましたね。こうやって改めて見ると、やっぱり2500円の魚の方がやっぱり体型とかその辺はすごく良かったなといった感じですね。まあ別に僕はね品評会に出すわけではないので、まあこの子たちで十分なのかもしれないですね。あとですね、1000円で、はい、青子も売ってありました。まあ、ひょっとしたらこっちの方が期待できるのかもしれないですね。まあただこれは僕の、なんていうんですか、
育て方次第なところがあるので、まあ、どうなるか分かりませんけど、まあ、ただただ飼育するだけだからね、そんないい金魚になるとは思いませんけど、まあまあ、ね、やっと長年の夢が叶って変えたっていうところがと思ってます。まあ、この青子も選別からくぐり抜けてきてる子たちのはずなんで、そんな変に曲がってるような子はいないっすねいないだろうなと思いましたけど、まあ金魚やってる人たちはすごいっすね。やっぱりとにかく体型の選別、まず色じゃないっすからね、まあ、メダカと違って色がね出てないですからね、まずは体型ありき、体型があってもう上見で見てもう曲がってるやつはバシバシ弾くといった感じだと思います。はい、まあ、この子たちから取っていこうかなと思ってます。取らないかこの子たちをね育てていこうかなと思ってます。はい、うん、なかなかいいんじゃないでしょうか。うん、いいっすねはい、今日は憧れの出雲南京をやっと購入しましたといった感じですね。とりあえず出雲南京を買ったので金魚はこれで満足かな、満足ということにしときましょう。はい、と言いつつなんかこうね、また何日かしたらね違う金魚をお迎えしましたみたいな動画に、はい、作ってるかもしれないですけど、まあ今回は、はい、島根県の松江市まで行ってですね、憧れの出雲南京を購入することができて非常にね満足できたといったお話でした。それではメダカッキーでした。バイバイ。